はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はおすすめのアクセサリー紹介したいと思います。皆さんはどんなアクセサリーをつけてるでしょうか？攻撃力アップ、防御力アップ、はたまた魔法攻撃力アップ、そういうやつをつけてると思います。俺のおすすめ、 HP アップですね。敵によっては HP を上げた方が断然安定するやつっていうのがいます。そういう時のために持っておくといいですね。ちなみにその装備っていうのがこれです。大地の流玉ですね。プラス3まで強化するとなんと HP が40上がります。2つ装備すると80ですね。で、漏れなく守備力も若干だけども上がる。なのでいいんですよね。HP80 上がるってかなりですよ。かなり。もうほんと場所によっては、攻撃力とかを上げるよりも、こっちの方が適性があったりします。と思うよ。で、ちなみに俺も装備で、ダストン、そしてラグアスとフーラに、大地の流玉を大体常に、つけてますね。この3人は特に HP が低めなので、これをつけることによって HP が500超えて使いやすくなります。ものすごい使いやすいですね。で、ちなみに、この大地の流玉の、入手方法ですけども、ここですね。ガートラント城の1階、聖騎士団執務室。ここの、ここ、本棚にあります。魔軍12章の流章編のレシピブックですね。ここで、作ることができます。では、とりあえず一回戦ってみましょうか。倒すモンスターがこれですね。ドラゴンライヤーです。そんなに強くないです。うん。全然強くない。なので、まあ、気楽にしてください。よし。キューザマイルがどうだ、切れるかな。あ、切れない、よかった。もうそのまま打ち込んでいきましょう。とにかくこいつを何回倒さないかな。一撃かい。一撃だった。はい、大地の流玉です。はい、今の感じでものすごく楽勝です。すっごい楽勝で、このね、流玉がプラス3にするのに4つ必要なんだよね。4つ必要で、それを俺はね、後衛の方にはね、つけた方がいい場所があると思うので、6個は作ったがいいかな。プラス3を6個となると、結構いるよね。24個か。うん、まあ、24周すれば、いいかと思います。うん、本当にね、HP が結構重要になるところ。まあ、特にゴールドマンマックスとか、あの辺は HP 重要なので、上げておくと、結構役に立つと思いますし、やっぱりね、アプデ後には多分 HP 重要なところが出てくると思いますので、まあ、今のうちに準備をしてって、いいかと思います。はい、ということで、今日はおすすめのアクセサリー。大地の流玉ですかね。これです。大地の流玉紹介してみました。ぜひ撮ってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。